今日のゲスト、小林信彦さんです。よろしくお願いします。はい、お久しぶりです。どうも。二か月ぶりぐらい、前回六月の二日に。ね、はい。ご出演なさってるので。ええー、いろいろと伺いこともたくさんあるんですが。<え>まず最初に、今日はあの、真鍋さんが。こう、あと二回でやめちゃうんですけど。うんうん、真鍋さんが水着で乗ってる。 ボムですかこれは。そうですそうアイドル雑誌ですね。コワシのさんがたくさん持ってきていただいて。マナベ。ありがとうございます。懐かしく拝見しました。これは2000年の。2000年が多いんじゃないですか。2 0年。ちょうどマナベ全盛。15年前です。表紙に。20歳。水着のマナベが。はい。 バッカんバッカ映ってる。もうちょっと意味が分かんないですよ自分でも。<ー>どうぞそれはお持ちください。いや <laughs> 本当に。ありがとうございます。<laughs> いや懐かしい体験です。いや、えー、小林さんこれ今日だ自分の食さどうやってさがる大変じゃないですかこれ本,本たくさん持ってるらっしゃるんでしょ。えー、まあいろいろある,、うん、あるけど昨日寝る前にねあのあ今日真ナオさんし資料と思って。 一応ちょっと見たんですけどそしたら多いんでびっくりありがとうございますたくさんやっぱりじゃあ当時あれですよ小林さんの心の中は結構学べで埋められてるアイドルやらせてもらってた時のアイドルの頃はねありがとうございますさあ学べが終わって次誰なるか分かんないんですけどね誰がいいですか <laughs> 希望は。希望は何かあります。いや、だけど、それもちょっとまずいでしょう。それはそうです <laughs> ちょっとまずいかもしれないですね。はい、そんなわけでですね。えー、っと、今回はこの流されるというご本をお,お,お出しになったんで、これも後ほどいろいろ紹介させていただきます。はいはい えー、これはあの東京少年、日本橋バビロンに続く三部作の完結編ですよね、はいはい、このお話は後ほどさせていただきますが、まずはちょっと小林さんから見て、今の日本のなんていうですか、きょうはあの原発が再稼働しましたし、安保法制はあ鶴瓶さんが、うんああの、こんなものはよくないという、鶴瓶さんがお声を上げていらっしゃいます。うんうんはい えー、そして国立競技場は今何もなくなっている、うん、のもあですね,ねこういろいろあれ知らなかったですよねなっちゃい,いやなくなる、ね、まるでね、はい、事前になんか相談とか日本だっ相談なかったですね,ねあれ何かおかしいでしょ 相談って俺にもってね誰かに相談しないとねでもまずいですよ中でもねうちはでも東京市でも東京とかそまあそれもまずいだ日本の状態については全体的にはどんなふうにお感じになってらっしゃいますかいや僕はものすごく嫌な気分ですよ今ですかこの時代ですかはいだからテレビもまあなるべく 見ないようにしてるんですけどね。見たくない顔が出てくるから。見たくない顔が具体的にちょっとちょっと難しいものも、ね。うん、早口なんか言ったりなんかするじゃ、ねうん、な <laughs>、はい、えー。いろいろありますけども、うん、まあどうしてこういうふうに傾いていくのはやっぱり戦後70年経ちまして、ね、なんかいろんなことを日本人は。 こう置き去りにしてそれともなんかもうそういうことを語る方たちがまあほとんど今もう70年ですから、はいね、70歳69歳までの方は戦争体験もしていないわけですねそうなってきたこととも関係するんでしょうがね生まれる前の年が満州事変が始まってんだよねだからそうすると、うんうん、戦争がない時ってないんですよ。 なるほどず,ずっと、はい、んそれで「あの負けて」はい、とか中1ですよね 1> うん中1の夏休みですよ、はい、夏休みに負けたって言われてもねう 負けたって言わないですけどねしなんかわけわかんない状態で、うんうん、あそういうムードだったんですか、うん、あんまり負けたっていう、ね、言わないがだって今だって負けたって言ってないじゃないですかああ、うん、<ー>今でもまだ終戦っ、ね、てことますよねあれこと言葉作ったんですよ一作目の「東京少年」を書いたき きっかけは、なんかテレビでアメリカのアフガニスタン侵攻テレビでご覧になってて、アメリカ兵がヘリコプターから乗り出して、地上に向けて機銃走射をするシーンがテレビで映し出されましたね。それをご覧になって小林さんはあ アメリカはまた同じことをやっているとお感じになって「東京少年」を書いたきっかけになったというふうにお書きになってますが同じことというのはいや僕ら僕に限らないけど集団疎開で集団疎開行ったってすぐに近いんですよね埼玉なんですよ。どこ行くのかと思ったら埼玉のだしだけどあそこで川っぺりで遊んでるとグラマンってやつが来るんですよね。 あれは小さくて多分ね、いたずらないしはあの爆弾なんか物を積んでたらそれをどっかて捨てちゃいたいっていうね大体、長崎がそうでしょあれなんかそういうあれがあったから撃ってくんですよ。 子供遊んでたらね子供まあ子供ですね全部子よ。もですよだからだからまたあのまだ日本僕もそうだけど騙されてまたあのバカが来てるとかなんかを思ってるでしょそうするとそのうちにバラバラバラッと来ますからねそしたらもうすぐこう伏せたりんかこう岩の影隠れたりね そのグラマンが埼玉上空を通った時に<っ>あの子供を見ると<っ>面白半分ですか面白半分だと思いますよ面白半分ぐらいに機銃走車をしてたとええそれはもうなんか大体、うん、あの、うん、僕らと年齢の近い人は、うんうん、あの合ってる記憶があると思うんですけどね アメリカ軍はその後ヘリコプターから、ね、地上に向けてアフガニスタンでその映像を見たときにそれはやっぱりあのときと同じだとうそうそうそうあれはもっと、うん、あなんていうんですかね、うん、この脇のところにぶら下がって撃ってましたけどねだからまあ要するに同じだなと思って、うん、だからその時はもうそれはもう,、うん、う皆殺しにするっていうつもりで撃ってたんでしょうけどね、うん、だからまあ,それはまあ戦争ですからね。 だ日本はもうあの時もうめちゃくちゃですからね、もう僕らはあの、これはもうちょっとなんかまずいやなっていう感じでね、小,小学生でも、まあ、け、まあ、るわなっていうん、けるんじゃないかみたいな気持ちではいたけども、打ってくると思わないからね、子供にしてみたら、すごくショッキングな、いやもう大ショックですよ。 食べ物はない、何はないっていうね、時に、こんないきなりそんなものを売ってくるっていうのはね、グラマンって小さいから、しょこしょっとこう、なんか、B20 と違ってね、海に爆弾を積んでるわけじゃないですから、B20 はね、ほとんど昼間は、僕は見たことないです、夜中に、僕がいた寺の裏山から東京の方へ飛んでくんです。 それは、東京の方へ、正面から行くと、打ち落とされるから。はい、だから、うん、あの、どっち、なんだ、大雑把に言うと、相模湾って言うんですかね、あっちの方からあって。はい、後ろの山を越えて、うん、山を越えて、東京の方へ曲がってくるんですよね。それも、あの、決まって、月夜の晩だったらしいですね。月が、出てない時は、はい、月はあったかな。え、あの、そういうふうに、うん、あの、聞いておりますけども、うん。えーえー、それがあの。 東京少年を描くきっっかけになったと、はい、で今回は、まあ、タイトルは5本の方ですけども「うん、流されると」と、うん、間には「まあ、あの東京日本橋バビロン」っていうのもあるんですけども、はいうん、今回は「流される」ということで、はい、これは太平洋戦争開戦から4か月後の雰囲気などをお書きになってますが、はいはい、まず一番気になるのはこのタイトルがなんでちょっとこうあのな,な,なんていうんですかあの ネガティブな感じのする。流されるというタイトルですね。これはなぜですか。でも、ここに書いてある通り、その。満州事変の翌年に生まれた。私は生まれると同時に戦争の中にいた。戦争じゃないという状態は知らないんですよ、私は。で、以後、まあ、この支那事変、過去日中戦争。の中で育って、常の戦争の中に。 戦争の中にいることとを不思思議はわなかった違和感もなく人間の生活っていうのはこういうもんだと思ってたとずっと続いてるわけですからそういうのが人間の生活の営みだと。おじさんとかおじさんっていうのが結構大勢いてそれが急に電報をよこして満州から帰ってきてちょっと結婚したいんだみたいなね話があったり僕のじゃは菓子屋でまあ うん、そ人がたまったりしてるの平気だから、うん、ちょっとそこ寄って話したいとか、うん、そ向こうでどういうことやってるかっていうの話するわけですよ。うん、だからそれはあのー、今中中国がこの間うち、はい、お起こってたようなことを、うんうん、僕は小学校の時から聞いてますからね、うん、だからそれはあこういうことになればそれの戦争になるとこういうことになるんだとただちょっと。うんうん 中国に対するのとアメリカに対するのとちょっと姿勢が違いますよね。えー、っとあれですね、あのーま、なぜそういうふうに僕が言ったかというと、まあ、1986年発売の5本のタイトルは「うん、僕たちの好きな戦争と」とそ,そういう5本もお書きになってるんですけどとてもなんかこう。 まだこのブラックですが、ちょっとユーモアのある、書き方を先生はなさってます。はい、あれは、はい、あの。いうん、モラス、うん、とにかくね、うん、一番嫌だったのは、うん、あの。あの。そ,その、東京少年の前に、はい、その、まあ、原型というか、うん、あの。 集団疎開ら一つ書いたらへ非常にき嫌われるって僕がそう思ってるんですけどね、うん、嫌われるというか<ー>それから例えば、うんえー、本前に小林さん出した本かっていうと、うん、これはどうだろうっていうの、うん、とか言って何も言わないっていうのはあんまりよはないんでね、うん、そういうのっていうのはやっぱり答えるんですよねああまあ言ってみれば1980年前後は、うん、あの日本も行動 経済成長してて、うんうん、そのなんかある程度何かユーモアなものをタイトルに持ってこないと本質がこう伝わりづらくなってたすす要するに、ま、もろに伝えたらなんかちょっとそれは今流行らないよみたいな感じになって。今、うん、今そういういのは、うん、今よ人は あんんまま読ななないいいじゃないみたいな <laughs> 出しても読まないよみたいなことを言われてそれでまあタイトル的には「僕たちの好きな戦争」っていうタイトルになってえまあのちょっとこうなんかブラックジョークの効いたタイトルになるわけですけども今回は「流される」は随分ストレートですね。非常にストトレートですねということは今はこうもっとストレートにイオマとかそういうのを逆に排除してい あの小林さんは伝えようと思ってらっしゃるってことですか。全く排除するということではないんですけども。あの、これ、これに関しては。うん、その時のことを、うん、あの。冷静に書こうと。いうふうに。で、今まで三部作の3、三、うん、3番目っていうこともあるし。うんはい、だから。うん、そう,いう。例えば、ここにもありますけど、その、最初の。はい えー、そのあんまり歓迎されなかった「冬の神話」っていうのを書いた時は、はい、あの川出勝負を語ったんですけどあんまり相手にしてもらえないで、うん、ほとんど無視されたと書いてあ、はい、その時にある文芸誌っていうのはこの同じ会社の人ですけど、うん、その編集長ですけどね、はい、小学生がそのこんなの,をその今受けないと、うん、で小学生がナイフで教師を刺すような事件でもあれば、うん、掲載してもいいと。 はっきり言われたことを覚えてますとそんなこと戦争中には絶対ないですよね教師をね教師を今はあるかもしれないけど絶対ですもんね当時はだからナイフなんて手に入らないだからそういうことでああもうこれはダメだとだから遠回りしてユーモアでのものを入れたりそういう いいろいろあるんですよねそうしなきゃ出せないっていう時代なうですね、うん、そして今回さっき言ったように流されるというタイトルですが、えー、ご本の中で、まあ、あの小林さんはあの外苑の辺りにこう、ね、神宮外苑の辺りにお住まいでいらっしたとこれがさっきの話に変えるんですが、うん、その国立競技場。そそうそう <laughs> この辺りではあのご本の中では闘牛ですか闘牛やってたここであれは要するに野球場ですよね野球場でそれでアメリカはだってあそこはほら本当あそこはもうアメリカのなんか静止地みたいになってる外苑の絵画館の裏辺りのところだから 今でもそういう本が出ててここは何どういう地名だったかっていうのは全部書いたのがありますあれはねもうちょっと焦っちゃったんだけどなんとかっていうんで要するにそういうことやると思うんですよね。日本じゃなかった日本の中にありながら。そう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 。 ところが、違う名前だった。んその中でですね、うん、外苑のあたりを、当時はまたティーシャツなんかありませんでしたから。小林さんが、うん、子供の頃、うん、ランニングと短いブルーのパンツで歩いてたら。うん、あー、警官に注意された、うん。ね、そうなんですよ。なんで注意された。いや、なんか。うん、あったんじゃないですか。うん、なんかとは。うん、あの、いや。うん 僕はそういうあれは全然ないけれども僕の知ってる人でシナリオライターなんか随分、はい、アメリカ兵に襲われてるんですよね。あのー、当時沖縄も含めてですが、うん、女性の方がレイプとかっていう事件もありましたけども、うん、そうじゃなくて、うん、男の子男の子が、うん やっぱりなんか、ゲイっていうんですか、<あ>なんていうんですか。そういう兵隊さんもいるわけで。うん、いわけですよね。それを、そんな短いパンツを履いてちゃダメだと。注意された、うんうん、っていうことなんですそ。それはまあ、あの、そういうことはあった、あったから。うん、あの、聞けばわかるんですよね。注意されれば。当時何歳ぐらいでした。うん そのランニング着て歩いてた頃中学3年ああ中学3年生でも僕たちもんか芸についてはね知識は乏しいですもんね当時にしたってまあそういうの後にそういうことだから気をつけなきゃいけないんだってことが分かったりしてだけど悪い日本人で襲われた人っているんですよそうなただほら柔道とかんかやってる人は投げ飛ばしちゃうからね 本の中ではその辺も書かれてて「なぜ日本人は?」っていうとやっぱり日本人の肌の艶のねこうなんか滑、えー、した感じそう白いのと滑る滑した感じがね、えー、いいってそれや、はい、や襲われた人に聞いたんですよ、うん、<は>いやもう俺そんなこと知らなくてこの岩塩たりの話はちょっと興味深く読まさせていただきましたそうですか、うん こちら「流される」なんですけども自伝的小説,小説とはいえ、はい、まあ本当にリアルな実体験が取り込まれております。はいはい